スミノ ST ナイターの第59回ダイナミック関東旗は、今回の4日間短期決戦初日注目のラストメイン競争のホーチドリーム。さあ雨が降ってまいりまして風は止んでいます。競争水面上で1、2、3、4、5、6枠なり並んで出揃ってまいりました。さあ雨降りの中でのメイン競争、1号艇の桐生純平、今大会注目レーサー。今日前半戦は1着発進で初日連勝なるかです。2号艇で柳沢はじめ、今季好調の前半戦は2着発進で3号艇の篠崎仁と1、2、3、4号艇の佐藤龍太郎、目下3場所連続優出中の初日前半戦は1着、5号艇高倉和人、今年好調のこちらも前半戦は1着発進でした。動いていきます。そして一番外は6号艇の畑田太一、今日前半戦ではセンターから3コース見事なまくり勝ち。さあスロー勢が1、2、3でダッシュ勢が4、5、6で枠なり3対3のスタート展示通りとなってまいりました。今大会の V 候補の桐生純平を取り巻く注目の開幕戦メインのドリーム戦第12レース12秒進の回転となっています。さあダッシュの3艇から後席上がってまいりまして、1番2番3番4番5番6番枠なり進入、スタート3秒前、1秒、今スタートしていきました。さあほぼ横一線ですが、わずかに2号艇、あとはダッシュ勢から4号艇、1マークは逃げる1号艇の桐生純平をまくっていったのが3号艇で、1番3番さあやり合って流れて1号艇、内から4番5番6番でさあバックスレッジはまくっと刺した3号艇の篠崎と4号艇の佐藤ですが、バック前後絞って3号艇の篠崎一定進で4号艇、あと5号艇と3、4号で現在メインの競争は後輩と、なおスタートは正常でした。ランタンマークはトップでまくった3号艇の篠崎、2番手4号艇回った懐、5号艇6号艇と回っていきますが、2番手は4号艇、さあ3番手は5号艇でここも上位変わらず3、4、5、レーサー2周目と入ります。さあドリーム戦は先頭頭がまくった3号艇の篠崎仁、2番手は4号艇の佐藤龍太郎、3番手には現在5号艇の高倉和人、バックスレッジと入りましたが先頭3号艇、2番手は4号艇、そして3番手ですが5号艇の後ろ、1号艇握って桐生ですが現在も5号艇の高倉3番手、上位変わらず3、4、5、先頭と2番手では2停進から3停進で水が出て5号艇、しかし1停進では1号艇の桐生純平3番手、あとは6号艇2号艇の順になっています。前提第3マークはトップで3号艇、2番手4号艇で3番手5号艇の高倉回った懐、1号艇の桐生が攻めていきますが5号艇がしのいでいまして高倉和人、上位変わらず3、4、5で最終周回へと入ります。さあ初日ラストホーチドリーム注目の一戦は見事なまくりから3号艇の篠崎仁が先頭、2番手に4号艇の佐藤龍太郎、3番手は道中踏ん張って5号艇の高倉和人、バックスレッジと入ってまいりましたがここも上位変わらず3号艇4号艇5号艇で1号艇で注目桐生純平、どうやら4番艇止まりで後方は6号艇2号艇のジャンプ、オッズ2連単ですが 175.6 倍、3連単ですと 675.3 倍となっています。最終注目の一戦メイン競争で荒れました。篠崎の一発で最終競争ダブル満周まもなくゴール、先頭3番ゴールイン、4番ゴールイン、5番1番ゴールイン、6番2番ゴールイン、